いや、来たね。体の方は大丈夫そうで何よりだ。女の子に万一のことがあったらって心配したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない、君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。ああ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は一日は24時間じゃないなんて。まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日、君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか？自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間、一日と一日の狭間にある隠された時間だ。影時間は毎晩必ず深夜0時にやってくるんだ。今夜も、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか？秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は桐城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。ごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに、君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった。あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いや、感謝するよ、本当に。ああ、そうそう。君の寮の割り当てだけどね。このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これは怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びって、あれは調子いいというか。
やあ、元気かい？前にも会ったはずだよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。お礼言われちゃったな。どういたしましてって言うんだよね。終わりのことは実は僕にもはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君の在り方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おう。と思った。ちょっといいか。今日帰ったらラウンジに集合してくれ。全員に伝えることがある。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。私たちと違って忙しいんでしょう。生徒会とかそういうのでさ。あ、あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。それより帰ろ。さっきの、別に本当に嫌いとかじゃないからね。キリジョー先輩のこと。純平ってほんといらんことばっか言うよね。しかも言うことなすこと親父でしょ。歩くセクハラかっつうのマジで。去年もさ、おかえり。待ってたぞ、紹介しておこう。おい、まだか。ちょっと待って、重っ。どうもっす。純平？なんであんたがここに？2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。今日から住むって、嘘。何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちも力を貸すそうだ。規制があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、恥ずかしい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たちそういうの知ってた？また強がっちゃって。ま、これペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直言うと驚いたぜ。君たちもそうだって聞かされた時はさ。でも知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ不安だったしな。ま、君たちも俺たちが仲間になって本当のとこ嬉しいだろう。女の子たちだけじゃ怖いもんな。え、まあね。よろしくな。だろう。
そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。よし、大体戦力も整ってきた。よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間桐城君と真田君の2人だけだったけど、最近トントン拍子に仲間が増えて今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。タル？なんすかそれ。タルタロスよ。てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残るよ。どうせほらペルソナ出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら、0時になるぞ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？あ、きっといろいろあるんでしょう、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。明彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺お前がやれ。女の子っすよ。けどもう実戦経験してるから。え？マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。純平、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんっす。バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。
準備はいいか、リーダー。頼もしいな。どうしたの？お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですが、今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あの扉はここへの入り口です。もっともあなた以外には見えぬものですがね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れずつかみ取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。あ、それから以前お話ししましたかな、もう一人のここの住人のことを。さて、あなたにはどのような姿が見えますかな。なるほど、ではご挨拶させましょうか。テオドアと申します。テオとお呼びください。以後お見知りおきを。この者もあなたへの手助けをすることになりましょう。では再び見える時までご。どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。そこ驚くとこ？ああ、あれか。んな顔して意外と天然キャラか。ま、ここは一つ俺っちに頼ってもらって構わないけどな。はいはい、とにかく行くよ。